受験の結果で自分の人生が決まるなら考えの人もいた。何でどういう要素で自分の将来が決まるかということですけれども、人間力です。どうやって相手の質、やり方、考え方をつかむか、うん、でこれやっぱり文化の隔てるというか壁を越えてやらないといけないということなので、直接学校行かない方が私はむしろいいと思います。1年間2年間どっか行ってそういうことをやって初めて大人になって学校行った方がむしろ正しいと私は思います。だから受験だけを考えて自分の将来が、決まると思うならこれ間違いだと私は強く思います。